24秒かな。うん、今始まって。校長先生静かになるので皆さんが静かになるので24秒なら結構いいタイムだと。結構いいタイムだね褒められてもおかしくない、うん、ちょっと皆さん、これ私の体内時計とバトルしてみませんか。俺は断ろうかこれ決闘の誘い。ちょっとその青春っぽい感じだね。戦うのダメ。あの頃はいいって言ってたのにね全然キャッチボール返してもらえてない片っぽ入りきてますけどねまだ現実に残ってます変わっちゃったんだ。片っぽ配役地蔵で今日来た48秒。じゃあやるということで、よしやりましょうファイヤーフォックス体内時計イエーイ。体内時計ですよ。ねえ、皆さんお持ちでしょう。いや、まあ、大体10秒とか20秒とかでストップウォッチで止めたりするじゃないですか。よく止める遊びを。よく乃木坂がやってます。え、マジか。やってます、やってます。秘策も全部やってるな。大体俺らがやったこと乃木坂やってるから強いのよ。ジジイ佐藤ぐらいでやってないの。じゃあほぼ乃木坂パクリチャンネルですか。そう。そんななってんの？そう見られてるやん。いや、まあでもそれを30分でやってやろうかなと。長いね。まあでも10秒でカチッて止めれるんなら、それの誤差の積み重ねを把握して調整すれば、まあまあまあいけるんじゃないか。30分間10数え続けられますか。マジこれ見よがしにジェンガ持ってきたけど誰もやらないやつまあそれがでも各々の体内時計がどうなるのかですから。スタートと1800秒。真面目に考えてる考えてる人いないのよ。30分、そうか。そこ考えてる人いないの。60秒ですもんね。1800秒なのでちょっとそれいくわジェンガは参加しませんっていう。これは無言でジェンガやる。これは指折っていくから。まず普通にジェンガで遊んだりトークしたりとかもやりますからね。それでどうなるとか。なのでちょっと今からカメラのスーさんにスタートと言ってもらうと同時に、そのストップウォッチのスタートをちょっと押していただくので、うん、そしたらもう開始です。そっから30分立ったかなと思ったら、もう向こう側に回ってカメラをか、カメラじゃない、その時計を確認し、自分のタイムを確認してもらう。それで30分が一番近い人がもう真の体内時計の持ち主ということになるので。いや、でもこれ僕は大丈夫っすよ。え、毎日平日、はい、平日毎日のに曜日っていう30分番組ショールームで、ちょうどちょうど30分ちょうど30分。まあ多少の誤差はあるんだろうが、メンバーによってもうその30分っていう時間を体験し続けてるて、ね、そうそうそう。大体推しメンこんぐらい喋ってたなで俺パッていきますから。なるほど、経験値があると。経験値あります。スタート。はい、ここから30分でございます。そうなるのか。バトルでございますよ。ジェンガしようぜ。いきなりかよ。早速ジェンガ。俺ジェンガやったことないんですよ。マジじゃあやりましょう。やりましょう。やりましょう。ジェンガ初ジェンガ。やべ、数えてるか。数えてるね、彼は彼のリズムでリズム取ってるやん。いや、でもどうだろうね。あ、やべ、開けるところからだ。あれ30分なかなかきついで。きついよねどんぐらいなんやろうな。え、ちなみにこの部屋に今時計はないので。確かに温度計しかない。あれ温度計だもんね。温度計だからってことで、あれもうこれノーカットでいいんじゃない。まあ、大体いつも俺ら30分だしねこれ編集ノーカットでいけるんじゃない。しかもあれだよね、ここ日が入らないから、その影がどうのとかそういうので判断できない。確かに確かに、ね、しかももう多分外暗いだろう今。いやまだ明るいっす。マジっすか。てかなんかもう今朝の4時ぐらいにもう明るくないっすか。あ、明るいっす、明るいっす。こんなに？深夜ラジオ、俺佐久間信行のオールナイトニッポンゼロってのよく聞くんですけど、はい、4時半に終わるんですよ、うん、明るかったっす。
わかもう明るいっすよね。明るっと思ったビビりますよね、私。明るいっすか。よし、ジェンガこれどうしていいか。あこれがもうすでに妨害が入ってますから。ずれてもう彼に対するね、茂田さんの体内時計が今のちょっと原因に対しての妨害が、頭がジェンガになってた。俺もうジェンガだった。ジェンガ誰に対しての妨害なんだろうと思ってた。もうジェンガ楽しもうしかなかった。めっちゃ木の匂いするじゃんこれ。うん、ここまで匂いしますわ。もうそこからすでにジェンガなの。いやよし、プレイヤー人数1人から。早っ早っ。うわ少しの時計に、うわ自分の時計に入ろうとしてる。何回りですかこれ。もう勝負終わらせようとしてるよ。こっち回りからこっち回り、こっち回りですか。マージャンですか。マージャン回り、こっち回り、ジャンボ回りで。怖えー。うわ俺初ジェンガ。これどこに乗せてもいいんですよね。そうですよ、上だったり。あ、いったー。よしよしよし、30分ですからね。これあれですか、どれくらい厳密にジェンガですか。えどれくらい厳密にジェンガですか。どういうことだ。俺、ジェンガルール分かんないでしょ。もう一回触っちゃったんだとか。あー、はいはい、それはもう確認していいっすよ。ですか。もちろん、もちろん確認してください。だって持ってきた人がそこまでルールを、そうですね。ちょっと買うときドキドキしためっちゃ匂いするね、これ。俺、これからジェンガするんだ。いい匂いするわ。カツラスか、いいっすよね。いや、でも、多分10年ぶりくらいとかなんだよな、ジェンガするの。ジェンガってする機会ある。やば手指折ってない。絶対分かんなくなっちゃう。これあれで30分当てたらすごいけどね。さあどうぞどうぞ。逆に手だけで1800数えられるのがすごい。数えられた。まあ30分、あそうです、1800秒でしたね。どれぐらいなんやろ。まあでも小学校の頃の授業が45分とかでした。あそうなんですね。中学にやって50分ぐらい、うんうんうん、大学で90分と、うん、うわえ、肩もう人間の集中力の限界ですね。限界っすよこれ。でも小学校の頃の中休みとかってありましたよね。俺ら中休みってなかった。え中休みなんか 1限じゃない1時間目2時間目の間に、15分ぐらいの、ああ遊びに行ける時間がある。ああ、いや普通に休み時間っていうか。ああ、そうなんだ。中休みです。あれ運動場まで行くかどうかちょうど迷う時間帯なんですね。あの頃って何も考えず出てた気がするんだよな。15分でも。今だったら確実に行かないよ。ドッジボールじゃなくて中当てしようとか言ってました。でも俺中3の時に昼休み寝てましたね。かっこよ。俺が高校生の時に通る道。怖え。できましたね。じゃあちなみにこの企画するのはもう事前に皆さんには伝えてないですから。あそうっす。なので訓練はしてません。しようがないんだよな。訓練の皆さんは訓練をしておりません。言われても言われてなくても変わらんって多分何の対策もしないよ。当日そのまま来る。この親指なんだろう。もう5分経った。これもしかして今日の最初の企画で一人だけテストプレイしてたから。食図も俺ら言われてても誰もテストプレイしてない。食図もね。あの時のスーパーの買い物楽しかった。どれがいいやろうみたいなね。むずっ。いいよいいよ。どうしました、はいどう。最悪指使えなかったらこれで切っ先ちょっとそうしていくから。切っ先ね。それでもダメだったらこれあるんで。すごーもうこれでそんなのに。これあれですね、こういうあひげ剃り的な、曲げ剃り的な、曲げ剃り。あとはあれですよ、なんかみんなで書状書いて最後に鉄板。ああなるほどなるほど。ね、円になってカラカサアレッパン状ね。あれ誰が一番上か分かんない。分かんなくするやつね。リーダーか誰かね。心臓の鼓動を測ってない、ね、一番正確なタイムを刻んでくれるのは心臓だから。そうだよ。ドキドキした方がいいかも。茂田さん鼓動を速くした方が。でも自分の鼓動が何秒か分かんなくないですか。天国の感覚があるね。コナン君、あゆみちゃんがコナン君の横でドキドキした心臓の鼓動の速さがみたいなことね。こいつ抜けねえな。
変えていいかな。割とピンチです。変えていいかな。今年のコナン君の映画は良かったな。あれサブマリンだっけ。サブ国鉄の。俺ハイバランス、サイバランスめっちゃ好きなんですよ。すげえ邪魔なことする気やったわ。だから逆にでもこいついけないのかな。どうすか。やめといた方がこいつやめといた方がいい。あいつ眠りバラバラになってきたなぁ。あ、やばい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 。こいつもダメだな。うん、やめといた方がいい。これもう次回ってこないな、多分。マジそんなにジェンガってどうだろう。だってまだえ俺の予想ですけどまだ10分も経ってないですよね。あ、まだそんなにじゃん。いやだからジェンガはだから5、6分のゲームですよ。そうなんだ。確かに前に乃木坂ちゃんがジェンガやった時も多分まあ7、8分ぐらいだったと思いますね。なるほどね。それもまあ指標になりますよね。その辺そろそろ怖いんだよね。そうなんですね。ここ3本あるじゃん。えそのチェックで、チェックでね、結構怖いよ。誰一番下本当抜いたの。なんだよ、いるじゃんかよ、ジェンガちゃんよ。よし、OK。待ってこねえかも。うふこれはやばいぞ。お、見つけた。いいとこ見つけた。見つけるね。おぉ。いいな、俺父親にどっか連れてってやるって言われたこと一度もない。一度もないよ。外出大嫌いだったからな、父親がな。あれ親父と二人きりだとどこ行ったかな。あのロッテ対近鉄見に行った。あ、いいな。うわパパだな。そう、近鉄だからね、まだバッファロー。そう、近鉄バッファローさ、中村、そう、中村のりがいた頃のさ、のりと旅色。お、もうブス畳の忘れてるんじゃないか。いいぞ。そう、そろそろジェンガーはジェンガーで厳しいのよ。うん。あ、行った。マジ、俺来んのかい。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 あ、急に新喜劇になりました。その辺がね、行けそうで行けないんだよな。吉野家。うちエンタメゼロですから。エンタメゼロ、ね、エンタメゼロ家族です。エンタメゼロ家族。あっ、見つけた。おわー、いいけそうだね。それトークで話をごまかそうかと思ったけど、いけるじゃん。来たぜ。いやでもこの一巡あたりからそろそろね、もうきついんじゃない。もうやばいよね、うん、そして実は俺のもうトークの罠、トークの毒が今回ってますからね、皆さん。トークの毒が回ってる。やっぱ楽しい時間って早く過ぎるじゃないですか。で、面白くない話の時間ってゆっくり進むじゃないですか。だから俺のトークでちょっと今、時間軸をずらして、こけが、今指動いたぞ。で、カウントしてる。マジか。いける。だって、シゲナさん今もうトークには参加してないから、考え放題だよ、今。そうだよね、喋ってないもん。ガチでこの企画勝ちに来てる人だから。笑わせないよ。俺らどっちかっていうとジェンガやりに来た人だから。崩しそうだ、もう。でもジェンガもやりながらこれで勝ったらもう完全優勝。確かに強いですね。今何分ぐらいなんだろうな。でもなんかジェンガの割には長い勝負になってる、うん、そうっすね。うん、投稿目でやりました。うい、いくね。いくね。なんかしかもこんなジェンガ俺見たことないもん。結構頑張ってますよこれね。結構頑張ってる、ね。うん、いやそんな甘い男じゃないこいつは。男ない、ね、男な。あいつ男ないや。あ、やばい。行くね。やばいって言いながらね、手引かないからね。いけると思ってやってる。行きましょう。今回あくまで沈黙を貫いている重田さんです。この間はでも指使えてないですから、カウントできてないですよ。マジで見つけたか。うわ、回ってくるじゃん。やだね、やだね。結構際どいですね。あー、行くねー。上手。
厳しくなってきた。息止めてた。息止めてたんだ。後半ね、あの抜けてもね、乗っけた時にアウトなことが結構増えてくるから。そうそうそう、増えてくるからね。はい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 。止まんなくて抜けよう。これはやばいぞ。これはやばいぞ。結構生き延びますね。みんなジェンガうまいんだ。これで何分経った？結構長かったよ。これで何分経ったんだ？ゲー、このジェンが結構長かったよ、試合的に。できましたぜ。これでも、これでえ、じゃあちょっとみんなの今の予想時間聞いていいですか？嘘を言ってもいいです。あー、嘘を言ってもいいです。俺は17分50秒ぐらいだと思うんですけどね。いや、俺今折り返しちゃったと思う。15分ぐらいか。あ、でも俺もそんなもん、15分過ぎましたくらい。おー、結構長かった。15分51。いや、見てくださってる方はね、そうね、誰が見えてるわけ、センスがあるか分かってるわけでしょ。じゃあ俺が一番最初に向こうに行っちゃうんだ。向こうに行っちゃうって死んじゃうじゃない。別に言いたいだけ言いなさいよ、この場に。悲しい。ちょっと待って、3人でちょっと茂田さん攻撃しますか、とりあえず。喋ってない。あ、物理的な攻撃。すごい暴れてる。おもちゃ欲しい子供にもこんなに暴れない。よし、岩田です。0分53。0分55。嘘だろ。なんかあの買ってほしいトークあったじゃないですか。俺5歳の時に近所のお店に行って、なんかあのおもちゃとかいろいろ売ってるような子行った時に、近所の同じ同級生の子に会ったんですよ、同じ幼稚園の子に。でその子がこんな感じだったんですよ。こんな感じだった。あのおもちゃコーナーのど真ん中で。ああ、なるほどね。勝手勝手勝手っていうね、絶叫してて、帰り道にうちの母と一緒だった、二人だったんですけど、運転席の母が、誰々くんがこういうことしてたでしょ、あれはね、恥ずかしいことなんだよって言うべえ、言うべえ、すっげえ真顔で言ってて、俺はそれを見た瞬間、それがすごい怖くて、絶対やらんとこうと思って言うねえ。俺だからあんまりねだったことないんですよ。いや、でも子供のうちに俺が寝だしとけばよかったなとかちょっと思ってますけどね。なんか今だと今だとなんかもう言えないじゃないですか。今なんかやりたりないことありますか？だってもう本当になんか寝だり足りないものがありました。寝だり足りないものが言っときゃよかったなみたいな。どうせ大人になって遠慮すんだから子供で遠慮しなくてよかったのにってね。あ、でもなんかそれこそ、あの俺は当時もうなんつうの、ねだれば買ってもらえると思ってたから、うん、なんかその スーパー戦隊って5人いるじゃん。あ、アベンジャーズね。で、なんか例えばその合体ロボでもなんでもいいけど、うん、なんか5体揃えたら合体できるみたいなとか、フィギュア5人揃えばなんかポーズが取れるみたいなやつを、だからみんなネットが好きじゃん。まあ、ネット買ってもらえばよかったのに、どうせ5回おねだりすれば買ってもらえると思ってピンクから買い始めてピンクしかいないみたいな。なるほどね。やめて暴れないで。どんどんなんか休みの時間が今ジェンがやってるから暴れないで。かわいそうな子。かわいそうな子。遊びたいだけなのに真面目に遊びたいだけなのに、なんか周りに邪魔されるかわいそうだよね。チェックできねえっていう。お、みんなここ向いてるじゃん。そうなんかこのジェンガタワーのデザイナーズマンションみたいでしょ。え、芸術展とかで来そうな俺ら。ここの吹き抜けをかっこよくするみたいな。
じゃあなんかファイヤーボックスで外ロケするとしたら何したいとかあります？ああ、俺あれですね、水曜どうでしょうみたいなことやりたい。ああいいっすね。カブの旅。あーいい。吉野さんに走らせて俺ら車で後ろから俺の運転だと多分死ぬよみんな。ほんとやめといた方がいい。ペーパードライビングスクールそのペーパードライビングスクール首席で卒業してる。あの方はペーパードライビングスクールの方。ああ、ペーパードライビングスクール2人うなずくだけで。ペーパードライビングスクール2人以外に何してんのあの人。初ジェンガ。こういうのもなんか定番であるのかなと思っちゃった。誰なのこれ。初ジェンガだから。いやもう好きに好きにやりなさい。ジェンガってこういう遊びじゃないの。僕はなんか真ん中細っ、くびれすっごっ、このジェンガ。だってあれ何しろ1個が2個1個が2段になってるから。あそこだけくびれすっごっ。緊張です。深呼吸です。いよいよ今しげたさん邪魔できております。緊張のタイミングです。ビタ止めして30分で。30分ビタ止め。お手上げ、お手上げ。これはジェンガお手上げですか。お、真ん中に綺麗に置くのも至難の技。しかしこれはおー、決めてビートに乗ってる。ビートに乗っております。ここ行きてー。そうだ、今俺回ってきてほしくないもん。これ行きてー。ドゥドゥン。これ行きていいけど、これやべえもん。ドゥドゥン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 。回っちまうのこれ。おお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 。逆にこのままもう30分までせずに粘るって方法もあるんですけど、ね、30分経って向こうに行ったら次の人にバンドする。いやこれだって上に積むのも怖いよ。もうすげえよく行ったなそこ。そこ行ける。いやもう一歩あんだよな。おっともう抜けそう。はい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 、行きます行きます。ここで、はーい、言っちゃダメですよ。自分のやつだけ覚えておいてください。だーい。いや今のリアクションもヒントです。行きましたね。すげえ。でもまだ30分絶対経ってないぞ。ここから俺喋りまーす。はぁ、やっとやっと重田さんが思い出を。絶対30分経ってない。まだまだですよ絶対。ちょっと一郎の準備運動したいって。これ気持ちいいんですかね。おおおお、いや揺れてる揺れてる揺れてる。時間です。ノーリアクション。なるほどな。まだだよね。まだですよね。いやでもそろそろだと思うんだよな俺。もう乃木曜日終わってます。そろそろ次回のメンバーへ宿題を出してるところです。終盤ですね。勝った。絶対自分で首絞めたじゃん。ホントだよ。絶対自分で首絞めたじゃん。できないんかい。じゃあ俺このタイミングでいきます。え、マジで言ってる本当に。え、何そのうなずき。まだだと思うな。30分本当にと思ってるだから俺。本当に。しかもあのちゃんと数えてた茂田さんが一番だ。ちなみに俺らショートしてたら今言ったら勝ちだけど。あ、そうだよね。いやもうそんなピーナッツ戦法はしてないんですか。ピーナッツ戦法。俺やっぱビタで止めたいですから。ちゃんとビタ30分なるほどね。あと51、50、49、48、47、46、45、43。てか笑われてる可能性もあるよ今視聴者に。うわいやうわ心理戦仕掛けてきてる。うわうわ吉野ダサって思われてるかもしれない。貶めてるわ。はぁ、いや視聴者どころじゃない。いや数歳に思われてる可能性あるよ。俺は吉野ダッサ。うん、なんなら全員思われてる可能性ある。俺ら全員ダッサって思いながら今ここに座ってる可能性がある。誰一人として会ってない。いや30分やっぱ思ったより長いよみんな。ありがとうございます。よし行こう。でここでちょっと微調整を入れる。ここで12秒ぐらいの微調整を入れる。12秒微調整、はい
すごくいいと思う。8、7、6、この企画への本気度が4と見せかけてここで行く。いいね。あの表情です。あの表情ですね。あの表情です。貧乏ゆすりとか見てた、ちゃんとカメラマンの貧乏ゆすり見て結果見ていいですか。まあ見ましょうか。じゃあ 見ていい、うん、書いてくれてますよね。断トツ、断トツだ。重田さん33分46秒、ゆかみさん36分3秒、ダッパンさん36分35秒、俺42分40秒。 10% ずれ、すごい。おっと、もう抜けそう。はい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 、ここで行きます。はーい、そうですよ、言っちゃダメですよ。自分のやつで覚えておいてください。だーい。おおお、いやいや、揺れてる揺れてる揺れてる。時間でーす。ノーリアクション。なるほど。まだだよね、まだですよね。いやでもそろそろだと思うよ。できないんかい。俺このタイミングでいきます。え、マジで言ってる本当に。え、何そのうなぎ。よし、行こう。で、ここでちょっと微調整を入れる。ここで12秒ぐらいの微調整を入れる。12秒微調整。すごくいいと。8、7、6、この企画への本気度が4と見せかけてここでいく。いいね。どうでした？いけた、主人。なんですか？俺は25分のところで数えるのやめて、ミーシャに立ってたのよ。あー、ちょうど終わるくらいの。包み込むようにが5分12秒くらいだった。そう。包み込むようにってさ、はい、俺上上げて。そう。あれ、歌歌ってたんだ。ワンサビ、ツーサビぐらいだから。33分46分の近いな。ワンコーラスよかった。ちなみに中間の時ってずれてました？ああ、みんな言った15分ぐらいだよねみたいな。まあその時点では吉野が一番近かったの。17分ぐらい。じゃあ、あの時点でちょっと前回楽しみすぎてたんだね。そうだね。ちなみに吉野さんが30分ビタ止めしてって言った時がちょうど30分。いいぞーです。深呼吸です。いいよいいよ、今重田さん邪魔できております。緊張のタイミングです。ビタ止めして30分で。30分ビタ止め。やばー、惜しい。惜しい。惜しくはない。惜しくはない。最下位。錯覚してた。錯覚してただけ今まで。惜しい。いいとこだけ見て止めたと錯覚していた。愛人宗助。ケーブども、ケーブども、ピロッチ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